クルド人、クルド人、クルド人、クルド語、カード、英語、カーズは、中東のクルディスタンに住むイラン系山岳民族。トルコイラク北部、イラン北西部、シリア北東部等、中東の各国に広くまたがる形で分布する、独自の国家を持たない、世界最大の民族集団である。人口は2、500万から3、0 0 0 0 0人と言われている。中東では、 アラブ人、トルコ人、ペルシャ人、イラン人の次に多い。宗教はその大半がイスラム教に属する。一方、宗派については、イスラム教のスンニ派、トルコのクルド人の間ではスンナ派、シャーフィー法学派が多数、アレビー派の順に多く、ヤズイーディヤジジア、ペルシア語、あるいはヤルサンクルド語、友なども存在する。言語的には、 インドヨーロッパ語族イラン語派のクルド語に属する。主な生業は牧畜で、この地の他の民族と同じく遊牧民として生活するが多かったが、近年取ることを中心に都市へ流入し、都市生活を送る割合も相当数存在する。IU 部長の子祖サラーフッディーン、サラディンはクルド人の羊と見られている。クルド人の居住地は中世から近世にかけて、 広大な半島を保ったオスマン帝国の領内にあった。第一次世界大戦でオスマン帝国が破れ、サイクスピコ協定に基づき、フランスとイギリスとロシアによって引かれた恣意的な国境線により、トルコイラクイランシリアアルメニアなどに分された。1922年から1924年まではが存在した。1946年、現在のイラン北西部に、 クルニスタン共和国1月22日から12月15日がソビエト連邦の後押しによって一時的に樹立された。20世紀後半になると文化的な圧力のもとで政治勢力が誕生し大きな人口を抱えるトルコやイラクでは分離独立を求め長年地元政府との間で武力闘争を展開するといった様々な圧力を抱えていい。近年では 各国の枠組みの中でより広範な自治権獲得を目指したり、当事者間による共存のための対話を模索する動きもある。一方でこれらの地域を離れ、欧米などへの移民となるケースも増加している。クルド人口が最も多いのはトルコで、ザザ人を含めると、約1、144万5000から1、500万人が居住する。 羊の飼育と農業を制御とする藩、遊牧生活を送る。定住生活を営むようになってからの歴史は浅い。伝統的な居住地は、トルコ南東部及び東部であったが、オスマン帝国後期に、今夜、アンカラ、クルシェヒール、アクサライなどの内陸アナトリア地方に住させられた部族もあり。これらは、今日、中部アナトリアクルド人、トルコ語、オーターナドルカトルリー、クルド語、 カーダン・アナトーリア・ナビンと呼ばれている。また、共和国期には、経済的、社会的な理由による、自発的な移住のほか、反乱の結果としての強制移住も行われ、クルディスタン・労働者等による、武装闘争の開始後、特に1990年代、治安悪化を理由に、イスタンブール、イズミル、アンカラ、アダナ、ベルスインなどのトルコ国内の大都市や国外に、 移住するも数は増加した。今日、トルコで最大のクルド人口を抱える都市は、イスタンブールであり、2007年の時点で、約190万のクルド系住民が居住している。オスマン帝国の主たる、後継国家であるトルコでは、共和人民党政権が単一民族主義を取ったため、最近まで、クルド語をはじめとする少数民族の放送、教育が許可されてこなかったが、 クルド人独立を掲げるクルド労働者党、クルディスタン労働者党、PKK、トルコ及び日本政府はテロ組織とみなしているアゲディラ攻撃を行ったので、1995年にトルコ軍が労働者党施設などを攻撃、イラク領内にも侵攻し、イラク北部の労働者党拠点を攻撃した。イラクもこれに賛同して、自国のクルド人自治区に侵攻したが、 武装解除問題を抱えていたことから、米軍の攻撃を受けることとなる。しかし、欧州連合、EU 加盟を念願するトルコに対して、EU 側が、クルド人の人権問題を批判して、難色を示したことより、トルコが軟化して、トルコ国内のクルド人の扱いはやや好転しつつある。ただし、トルコ軍への徴兵を拒否している、クルド人の良心的兵役拒否を認めず、 軍刑務所へ収監されるなどしており、欧州連合や欧州評議会、欧州人権裁判所から非難されている。2006年5月24日、イスタンブールのアタチュルク国際空港貨物用施設で大規模な火災が発生した。原因は漏電と伝えられている。翌日、クルド人の独立派武装組織、クルド解放の高が犯行声明を出した。この組織は、 クルド労働者党との関係があると指摘されている。2007年の国会総選挙では定数550に対し、クルド人候補は過去最高の20から30議席前後を獲得した。2009年12月11日、憲法裁判所は、クルド人中心の民主社会党 DTP の活動禁止を決定した。そして、党首を含む2人の DTP 議員を、 国会から追放するなどの措置を取った。この決定直後に、欧州連合、EU は、口頭の禁止措置は、有権者の権利を奪うものだと主張、当局の民主的な対応を求めた。14日、同国のエルドアン首相は、問題があるのであれば、個人を罰するべきで、党そのものを禁止してはいけないと、憲法裁判所の決定を批判した。17日、トルコ政府は、 上記の憲法裁判所の決定にもかかわらず、国内のクルド人の権利拡大政策を継続することを明らかにした。2015年6月の総選挙では、エルドアン大統領系与党政党が過半数を取れず258議席にとどまった。一方、クルド系の国民民主主義党、HDP が世俗派のトルコ市民、リベラル派、サッハからも支持を得て、 全体の10%以上の79議席を獲得した。イラクはトルコに次いでクルド人が多く居住しており、北部をクルディスタン地域としている。サンタームフセイン大統領により、少数民族クルド人は長らく迫害を受けてきた。特にイラン・イラク戦争では敵国に加担したという疑いから、クルド人に対して化学兵器で攻撃したとして、 国際的な非難を浴びたハラブジャ事件。一説ではイラン軍による虐殺であるとも言われている。一方でベルゼンジ部族といったクルド独立闘争を行っていたムッダーが属するバルザーニ部族と対立していた部族は政権に協力した。2003年からのイラク戦争によってフセイン政権が崩壊するとクルド人は米軍駐留を歓迎した。その後、 さらなる独立権限を持った自治政府設立を占領当局に呼びかけているが当局は自国内にクルド人を抱えるトルコに遠慮して実現の見通しは立っていない。2005年イラク移行政府ではクルド愛国同盟を率いたジャラール・タラバーニを大統領に選出し副大統領にはシーア派などから選出したことで国内の民族バランスが図られた。とはいえ クルドは政権内で少数派であることには変わりない。クルド人初のイラク大統領としてクルドの運命をどのように導くのか未知数である。また2017年9月25日には国際社会が反対する中、独立住民投票が自治政府により実施されている。イラクのクルド人地区についてはクルディスタン地域も参照のこと。イラク国内でのクルド人は 家族が宗教に反する行為を行った場合に激しく虐待行為を行い殺害まで至っているとして国際連合、国連が懸念の声を上げている。2007年4月7日にはイラカ北部地域でムスリムの男性と駆け落ちするためにヤズギ教からイスラム教に回収したとして17歳の少女が家族らによって臨地を受け虐殺されている映像がインターアット上に公開され 問題となった名誉の殺人批判を参照。北部に少数が在住。2011年から続くシリア内戦の長期化によって政府軍の影響力が低下し、核武装勢力の活動が活発化している。2013年よりロジャバ、西クルギスタン地域が事実上のクルド人、独立地域となっており、シリア政府もアルカイダ系反政府勢力やイズ、 イスラム国との戦闘を優先しているため、事実上黙認している状態である。2014年以降は、シリア北東部で、イズ、イスラム国が急速に支配地域を拡大したことにより、コバニ、アインアルイコールアラブでは、反乱勢力、自由シリア軍と、カーミシュリーや、ハサカなどでは、シリア軍、アサド政権との共闘が見られている。クルディスタン客中、参考文献も参照。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。